株式会社日立柏レイソル代表取締役社長滝川隆一郎よりご挨拶がございます。まずは本日柏レイソルのホーム最終節にこのように多くお集まりいただきまして誠にありがとうございました。またファン・サポーターの皆様、スポンサーの皆様、ホームタウン関係者の皆様に1年本当に温かくお支えいただきまして、今シーズン無事に終了することができました。この場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。結果の方は良いということで、皆様と一緒に目指した ACL を自力で獲得することができず大変申し訳なく思っております。監督選手は本当に一生懸命頑張ってくれましたが、クラブとしてやはりまだまだ足りないものが多かったと大きく反省をしております。しかし我々にはまだ天皇杯が残っております。ありがとうございます。残された時間、選手は十分な準備をして必ずや ACL の道を開いてくれると思っております。ぜひ皆様方も選手にあと2試合大きな力をお貸しいただけるようにお願い申し上げます。そして我々クラブといたしましても来年に向け反省を生かし、より一層クラブ一丸となって大きく精進してまいりたいと思っております。来年もぜひ柏レイソルに今まで以上に温かいご声援をいただきますようにお願い申し上げます。今年1年本当にありがとうございました。